札幌時計台のここに観光に来られている皆様に、本日私東京から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹と申しますが、皆様の人生にきっと大きな転機になるようなメッセージを、メッセージソングゴスペル、そしてまた世界のベストセラーザ・バイブルから永遠の命、あのクリスマスの主人公として2024年前にこの世に来られたイエス・キリストをあなたにご紹介いたします。イエス・キリストを信じて生きている人は世界の23億人ですが、この国の今第102代103代の内閣総理大臣になられた石破茂さんもですね、実はクリスチャンなんですね。私と同じ信仰を持っています。また第45代と47代のアメリカ大統領に選出されましたドナルド・トランプ氏もイエス・キリストを信じるクリスチャンです。カマラ・ハリスもそうです。皆さんの人生の中で今度はあなたの番です。札幌に来られた皆さん、ウェルカムトゥ札幌時計台。あなたの人生にイエス・キリストの愛を受け止めていただけたら嬉しいです。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。 Jesus loves you。 君は愛されるため生まれた。そこに立つといい写真が撮れると思います。もし写真撮ってほしかったらね、仲間がお手伝いいたしますよ。よかったらお二人でどうでしょうか。でも札幌時計台はいずれ壊れてしまう。形あるものは見なくなる。でも皆さん、永遠の命あるんですよ。クリスマスの主人公として2024年前この世に生まれたイエス、あの人間の赤ちゃんとして神が人となって来られたあの方、もしあなたがその方と出会うなら、皆さん心開いて信じるなら、イエスがあなたの人生の中で最高に素晴らしい人生を導いてくださる。今も幸せかもしれない、観光に来るそのような時間においても、また経済的にもゆとりのある皆さん、やっぱり昨日同じ時間にこのように札幌時計台にも参りました。そして地元の方々がいらっしゃる新札幌というところで昨日はストリートライブ街頭演説をいたしましたが、やっぱり違うんですよね、観光客の方々とね。どうもあなたは愛されています。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ君の存在が私にはどれほど。メガネが似合う、また帽子が似合ってます。今日結構寒いですからね、風邪ひかないようにお気をつけください。君は こちらのお兄さんは観光ですか、地元の方ですか。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けて、君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている、君は愛されるため。こんにちは。今日はちょっと寒いですね。私は東京から来ていますので、
東京と比べて今日マイナス12度、結構寒いな。でも北海道の人から見てみたらね、まだまだ序の口だって。まあ先週の立冬の日には雪が降って、この札幌においても雪が降り積もるというね。でも今日はどちらかというとね、雪が降るような感じではなくて雨が降るかもしれないけど、雨が降ったら雨、晴れたら晴れるよ、まあ、つまりね、人生に抗わないで、もし人生においてね、雨が降るように辛い嫌な悲しい経験があったとしたら、その時それを甘んじて受け入れるというかね、甘んじて受けるってなんか諦めのような感じしますよね。諦め、明らかに見る、まあ、現実を直視する、そして諦める、受け入れる。でもですね、それは何か仕方がないというね、そういう気持ちではなくて、神が私たちにくれた環境っていうのはね、あなたへの愛なんです。あなたを愛してるから最高に素晴らしい環境。例えばね、ちょっとマイナスのことがあったとしますよね。嫌なこと言われたり怒ったり、でもそのことを通してね、皆さんの目を覚ます。あの朝 iPhone で携帯でね、あのウィザーで起こされるようにね、皆さんを目覚ませ、目覚まし時計のようにね、神を信じなさい、神はあなたを愛してるよ、目に見えないけど神はあなたと共にいるんだよって、そのようにね語っておられる神様が、まあ、皆さんのね人生の中でちょっと嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、痛いことがあったとしたら、そういうことだと思ってください。目覚まし時計、起きよう、目を覚ませ朝。だから辛いことがあったらストップ。その何か悪かったのかな、人生において辛いことがあったからといって私たちはそれで自分は愛されてない、価値がない、ダメなんだと考えるんではなくてね、辛いことがあっても神はあなたを愛してる、それをね忘れないでくださいね。もしそちらでカメラを、写真をね、自撮りで撮られるといいですけど、仲間がね、ちょっともしよかったらお写真撮るのね、お手伝いすることもできますので、もし撮ってほしかったらね、手挙げていただいたらね、お手伝いいたしますよ。永遠の神の愛は我らと出会いの中で身を結ぶ君の、皆さん素敵な笑顔ですね私も嬉しくなっちゃうありがとうございます。もうね、エネルギーをいただきました、半日分の。君が愛されるため生まれた札幌に、そしてこの時計台に観光に来られた皆様、私は東京から参りました、牧師、YouTuberの菅野直樹です。ストリートライブ、また街頭演説をさせていただいて、また皆さんの人生に愛されてる永遠の愛、永遠の愛なんてあるんだろうか。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛、愛って一体何、永遠の愛がある。皆さん、人に失望したとしても、裏切られたとしても、恋人に裏切られ、また結婚に失敗したり、また誰かから騙された、詐欺にあった、そういうことは起こりあるんですよね。皆さん、人というのは信頼して信じるべき存在じゃないんです。皆さん、人を信頼するとね、裏切られたり傷つくことがあるからです。人とは愛するものなんですね。信じるものは人ではない。もし信じたい、信頼したい、神を信じ、神を信頼してください。寒いですからね、ちょっと心が開かないかもしれない、でもあなたのハート開いて、イエス・キリストが今日あなたを愛してる。 Hello everyone, my name is Naoki Kanno. Believe in Jesus. Jesus loves you and so do I. イエス・キリストはあなたを愛しています。札幌時計台の皆様、あなたは愛されてます。よろばあにゃんせよ、札幌時計台あにゃんせよ。
저는간도나오게목사입니다예수님이세요예수님당신을사랑합니다大家好，我叫盖茨奇，相信耶稣，耶稣爱你。Hello everyone, God bless you。札幌時計台、Hello。Jesus loves you, God bless you。観光で来られた皆さんにぜひお土産として、日本っていうのは漫画文化なんですよね。1週間にあの少年ジャンプとかマガジンとかね100万冊以上売れている多くの人が漫画が好きな漫画読む世界のベストセラーザ・バイブル聖書の漫画版をね今日皆さんにねプレゼントします。皆さんが泊まっておられるそのホテルにね財団法人ギデオン教会のね聖書がホテルに置かれてると思います。まあ聖書はね難しい、わからない、読んでるうちに眠くなってしまう、まあ、それでもいいから読んでみてください。でも今日漫画の聖書を皆様にプレゼントしております。 Welcome to 札幌、この時計台に来られた皆様に、来られた観光とともにイエスの愛をお知らせしています。こんにちは。来られてる皆様に鐘が鳴ったり、また説明の音とともに説明聞いてたらね、イエスキリストの愛、まあ私的にはね、この時計台、形あるものみんななくなる、天地は滅びるである、しかし神の言葉は滅びることはない。クラーク博士が札幌を去るときに残したあの言葉、 Boys be ambitious、青年よ大志を抱け、でもあの青年よ大志を抱けというあの言葉の中に、インクライスト、イエスキリストにあって大志を抱け、 Always be ambitious in Christ、 Jesus loves you、 イエスにあって大志を抱いて生きていきませんか。まあ素敵な笑顔で、イエスはあなたを愛してます。ここに泉は湧くよ、涙を過ぎる時、やがて身を結び笑い声に満ちる、花も雲も
風も海も奏でよ奏でよイエスを。イエス、あなた愛してます。もしご夫妻でね、一緒にお写真撮られたかったらね、仲間がよかったらカメラでね、お写真を撮ることもできます。昨日はカメラを撮るボランティアのおじさんがいたんですけどね、今日はね来られていないので、もしよかったら私たちの仲間もね、皆さんにボランティアとしてお写真をね撮らせていただきます。こんにちは、ダジャハオ、イエス愛に、ナマステ、ヨロバアニャセヨ。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れも愛に清められる。植え替わくものすべて満たされていく。命なきものすべて花を咲かす。すべてが生きる。その水は癒し。すべてが生きる。その水は命。すべてが生きる。その水は満たし。私は生きる。あなたが源。我が命。素敵な笑顔のあなたに、こんにちは。お写真をあそこで撮る際にはね、よかったらお手伝いできます。あの仲間がねいますので、もし写真をね、自撮りもいいですけどね写真を撮ってほしい、一緒に集合写真撮りたいなんていう場合はね、よかったらお手伝いいたします。改めまして、東京から参りました牧師、YouTuber の菅野直樹と申します。皆さんの人生に永遠に変わらない愛があるなら、いやもうね、年配の白髪のお母さんからしてみたらね、もうそんなね、綺麗事ばかりでは愛なんてねってこうね、言うかもしれないんだけどね、永遠に変わらない愛があるんですよね。皆さんの人生の祝福があるように。東京から参りました牧師、ゴスペルシンガー、また YouTuber の菅野直樹と申します。固い絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々。時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日。あれからどれくらい沈む夕日もいくつ数えたの。ふるさとの笑顔でも。こんにちは、みんな可愛いですね。
もね、お会いしましたね。幼稚園のね、保育園の先生も、こんばんは、こんにちは。ありがとうございます。私は東京から、参りました。このようなストリート活動をしております。カブの直樹と申します。外国から来られた皆さんもね、 Welcome to Japan、 Welcome to 札幌、時計台タジャコン、ご紹介土シャンシエス、よろぶあにおせよ、ジーザスラブセよ。小さい苔は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた、優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても。こんにちは。よかったらお姉さんたちに差し上げたい漫画があります。どうぞ、よかったら受け取ってください。良い旅を。私は東京から参りました。ありがとうございます。手を振っていただいてね。牧師 YouTuber の神田直樹と申します。まあ嬉しいですね。いろんな出会いがあって、一期一会と言いますが、その一期一会、一つ一つの出会いが人生をね、大きく変えることがある。本日皆様に一期一会、私と出会ったってね、大したことないんですけどね、でも人生を変える大きな出会いがあります。今日札幌時計台前で皆さんとお会いすることができて、心から本当に嬉しく思っております。パンが進みだ、皆さんと会えて嬉しいです。よろばあにあせよ。皆さんこんにちは。牧師 YouTuber の神田直樹と申します。何のために生まれて、何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだ、微笑んで、そんな嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、あんあんアンパンマン、優しい君は柳瀬隆という、まあ、有名な漫画家も個人ではありますが、アンパンマンっていうね、その漫画を作ったあの柳瀬さんはクリスチャンですが、あのアンパンマンっていうのはね、実はイエス・キリストを象徴してるんですよね。あの顔を食べさせることによってね、人々を生かす。それと同じようにイエスは自分の命を十字架にかけて、その命を通して私たちを救ってくれた。永遠の命を与えるよ。よろぶあにあせよ。ジョヌンカンの直樹もくさみだ。パンナスミだ。
예수믿으세요예수님당신을사랑합니다大家好我叫凯自己相信耶稣耶稣爱你イエスはあなたを愛してます。ジーザスラブスユー。イエスに対するサラミダ。イエス愛に。皆さんの人生に変わらない神の愛を本日お伝えしています。永遠の愛があるよ。ひとのつもり。こんにちは元気ですか女の子は黄色い帽子かと思ったら年の違いかなこんにちは幼稚園の先生もまたねお子さんたちも寒い中ですけれど風邪ひかないように気をつけてね札幌時計台の前でお会いできた皆様こんにちは皆さんとお会いできて嬉しいです私は東京新宿から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹と申します札幌時計台の前にこのようなストリートライブそしてまた街頭演説をさせていただいてとても嬉しいです皆さんが今撮っておられる時計台はいつか朽ちてなくなってしまいます形あるものみななくなるそう私たちの命もいずれなくなる日が来るでもぜひね皆さん私たちが命なくなったとしてもね永遠に生きる命があるんだということを今日皆様にお伝えしたいと思いますイエスはあなたを愛しています。Jesus to Japan この国愛する主イエスキリスト Jesus to Japan この国救いにやってきた傷ついた両手を広げ哀れみ涙を流すイエス様の大事です怖さでもやめる心に手を差し伸べるこのキリストの愛今心迫られ神の言葉を心に刻むこのキリストの愛今心迫られ神の御業に生きる改めまして私は東京新宿から参りました牧師 YouTuber の菅野直樹です皆様に変わらない永遠の愛を歌を通して届けています Jesus to Japan この国もちる主イエスキリストこんにちは Jesus to Japan 世界を救いにやってきた
今心迫られ何も言わずに生きる時計台の前でお会いできる皆様、こんばんは、こんにちは、こんばんはじゃないですよね。北海道に来て3日目になります。東京から参りました、私 YouTuber の神野直樹と申します。皆様の人生に最高のグッドニュースがあります。よろぶんありますよ。やすにんたんしぬさらみなたじゃこごじゃかいつちシャンシエス、イエスキリストの愛。この時計台と関係あるドクター・クラーク、まあ、有名な札幌農学校の初代教頭となられたあのクラーク博士はこういう言葉を言い残したんですよね。 Boys be ambitious、 実は省略されている言葉 Boys be ambitious in Christ、 つまり青年よ大志を抱け、イエス・キリストによって、あのキリスト教精神で札幌農学校に着任されたクラーク博士は、皆さんに伝えたかったのはね、キリストにあって大志を抱いてください。今日札幌農学校じゃない、この札幌時計台の前でお会いできる皆様にね、大志を抱いて未来に向かって夢を持ってイエスキリストによって希望を持って生きていきませんか。もうそのね、その笑顔です。カメラを前に撮ったその素敵な笑顔、人生においてどんなことがあったとしてもその笑顔を失わないでぜひ生きていってほしいと。皆さん、そんな秘訣があるのか、どんな時にも笑顔を持ち続けることができるのか、いや、その秘訣があるそうなんです。今日私が伝えておられる、伝えているあのクリスマスの主人公として、2024年前この世に生まれたイエスという救い主がおられる。まあ、三脚片手にね、何か素敵な、まあ、素敵なんですよね。なぜ？あなたを作られた神様があなたを最高に素晴らしく作られたから。皆さんね、そこでね、自撮りではなくてね、あのちゃんと固定できるんですね。まあ、私の仲間がね、もしよかったらね、お写真をね、お撮りすることもできますし、もし写真撮ってほしいと思ったら手を挙げていただけたらと思います。勇気を出して一歩踏み出してみませんか。イエスはあなたを愛してる。ハートにイエスキリストを受け入れたら救われる。勇気を出して歩き始めよう。君を愛する、イエスがいる。お元気ですか？観光ですか？勇気を出して歩
き始めよう。君と一緒にイエスがいるから。札幌時計台のこの場所でイエスはここにおられる。札幌時計台のあなたに。こんにちは。笑顔が好きなお兄さんとお姉さん、よかったらね、そこでね、あの漫画差し上げてます。よかったらどうぞもらってってください。お土産に荷物増えちゃいましたけどね、ありがとうございます。世界のベストセラーであるザ・バイブルの漫画版です。本日皆様に欲しい方いらっしゃいましたらプレゼントしています。ちょっとね寒いですけれど、観光この時計台の魅力を楽しんでくださいね。タジャコン五条会土シャンシエスイエスアイニー。11時の鐘が鳴りました。札幌時計台、この場所でお会いできた皆さん、こんにちは。お元気ですか？まあ、おはようございますかもしれませんね。まあ、11時というのが一つのね、境目。10時にホテルをチェックアウトして、まあ、こちらに向かって歩いてきて、そして、もうこの文化財としてね、残っているこの札幌時計台、まあ、この場所前にね、まあ、そちらのね、お立ち台みたいな場所でね、お写真を撮られる方多いんですけれど、もしね、そこにね、スマホホルダーがあるんですけども、もし写真をね撮ってほしいということがあったらね、私たちの仲間が喜んでねお手伝いすることもできますよ。ぜひよかったらお写真とともにイエスをハートに受け入れてください。
しい時も こんにちは。こんにちは。観光で来られたんですか？いや、違います。この辺に住んでおられるんですか？札幌です。あ、札幌。よかったらね、あの、ま、漫画をね、プレゼントしますので。いらないの？あ、そうそうそう、ね、声かけてくれてありがとう。気をつけて。またね。またね。はぁ、この意味がいいね。札幌時計台の前でお会いできる皆様、こんにちは。パンガスミだ。お会いできて嬉しいです。イエスの愛を伝える牧師伝道者、また YouTuber の菅野直樹です。皆様の人生にかけがえのないメッセージがあるとしたらこれです。 Jesus loves you。 イエスキリストはあなたを愛しています。いや、そういうね、愛とか、まあ、イエスキリストと言われてもね、宗教とかね。でも例えばですね、このクラーク博士がキリストを伝えるためにこの日本に来た、あの札幌農学校、あそこで教頭となり、そしてキリストの愛を伝える、まあ、そういう思いで来てくれて、そして帰り際にね、札幌を去るときに、あのドクタークラーク、クラーク博士は青年を大使を抱け、ボーイズビーアンビシャスインクライスト、キリストにあって大使を抱いてください、まあそのようにね語った、あのキリストの愛というものが現代において、もしあなたが、まあ実際にね、キリストを信じて生きている、人生生きているその方々がね、まあ、たくさんいるんですけれど、まあ、その中の一人、第102代103代内閣総理大臣になられた石破茂さんもその一人です。キリストの愛が皆さん、札幌この時計台で、もしあなたがハートの中に、ありがとうございます、地の作り主神を信じます、一人ご我が主イエスキリスト信じます、天地の作り主神を信じます、一人が我が主イエスキリスト信じます、主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ピラトのもとで苦
しみ、十字架につけられた。死より三日目よみがえり、死にたる者と裁きに来られる御霊と清い教会聖徒の交わりと全ての罪の許し体のよみがえりと永遠の命を信じます主よ。自分の愚かさに気づくのだろうか。どれだけ人を裏切ったら自分の醜さに気づくのだろうか。本当の愛を知らずに育った子は自分のことを知って考えられずにいる。人は時々とても気まぐれで自分が何をしているのかわからないのさ。だけどどんな人でも見捨てないで優しく迎えてくれる人がいる。 oh, oh, oh. 愛と希望を伝えるために歌い続けるこの場所で愛と希望歌い続けるゴスペルライブ。皆様こんにちは。札幌時計の台の前で間接的ではありますが皆様とお会いできて、そしてこんな隅田とっても嬉しいです。イエスの愛あなたに届きますように。タージャーハオイエス愛に喜ばにおせよイエスに単身のサラーミダ。イエスの愛を知ってる方よかったら近づいてきてくださったらね。ニュースレターを差し上げています。また皆様の人生の中で変わらない神の愛がある、そこに興味がある人は喜んで皆様にこの神の愛をお伝えし、あなたの人生に新たな一歩を踏み出す、そのような今日からチャンスとなりますように心から祈っています。皆さんと出会えたこととても喜んでいます。
なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのか、私たちはいつも知らない。どこにいても生きてきた、遠い空の下、二つの物語だった。私織りなすのはいつか春を温めるかもしれない。君は愛されるため生まれた。君の車内は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。札幌時計台の前でお会いできる皆様、こんにちは。私は東京から参りました、牧師 YouTuber の神田直人と申します。この場所でストリートライブ、また街頭演説を通して、世界のベストセラーザ・バイブル、聖書から、あなたに与えられている愛がある。愛って何でしょうね。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛。愛ってね、私たちにとって抽象的で形のない、分かりにくいものかもしれない。兄弟愛、家族愛、友達の愛、恋人の愛。でもそれはどれも条件付きであり、どれも不完全なんですよね。だからもしあなたがその愛している対象にふさわしくない行動と、例えば友達関係で、ね、裏切ったとしたらね、悪口言ってるとしたらね、もう絶好ですよね、すぐに。で、皆さん、変わらない愛がある。よかったらお父さん、一冊ね。ありがとうございます。世界のベストセラー、ザ・バイブルの漫画版です。お父さんが泊まっておられるホテルのきっとね、財団法人、日本ギデオン協会のね、Thank you. My name is Naki Kano from Tokyo. Jesus loves you. And so do I. Yes, I love you. 愛してます。本日この場所で変わらない神の愛、あなたは愛されています。慈しみ深く、などかは思
お姉さんよかったら。大家好、你好、你辛苦了。
観光で来られる方が多いんですが、でも先ほどお会いしたね、青年男性の方は、まあ、地元の方でした。まあ、誰であろうと、どこでいようと、皆さん変わらないこと、あなたのハートの中に心の扉ノックしている、あなたに片思いの方がいる、あのクリスマスの主人公であるイエス・キリストです。今から2024年前、この世に生まれたあの救い主は、あなたを救う、あなたを愛しているがゆえに十字架で死なれた。33歳でキリストは十字架にかかって死なれ、そして死んで墓に葬られ、3日目によみがえった。今ね、お母さん方も元気かもしれませんがね、健康寿命というのは大体70、80でね、大体寝たきりになったり介護を受けたり、皆さんあと元気だっていうのはね、そんなに長くないです。今あなたが元気な時に、今日が恵みの時、今日が救いの日、今日もしあなたが、あなたのハートの中に、あなたを愛して心の扉ノックしているイエスというお方を、皆さんが心の中に受け入れるならば救われます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。神はその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者一人も滅びないで永遠の命を得るためです。イエス・キリストはあなたを愛してます。信じるだけで天国に行き、またあなたは救われる。今日このことをね、私は要するにあなたに訴えたくてこの場所に来たのです。東京から参りました。私は牧師、 YouTuber 神野直樹です。今日最後に皆様にお伝えして、今日この場所で行っていたこの街頭活動終了いたします。きっとね、皆さん耳があるならね、あのパンに耳があるように、あなたにも耳があるでしょ。ぜひイエス・キリストはあなたを愛している、信じるだけで救われる、このことを心のどこかに覚えて、そしていつの日にか一緒に天国に行きませんか。一緒に天国に行きましょう。お母さんも心から皆様にこのことをお勧めして、本日の街頭活動終了したいと思います。あなたは愛されています。ありがとうございます。ありがとうございます。